はい、皆さんこんばんちは。今日もやっていきたいと思います。あれ、ツイッターはX とね、かたくなに言わない感じですね。すいませんね、ツイッターつぶやいたことになったのかな、これ。いや、つぶやきじゃない、ポスト。わからん、もうあ、いけてる、いけてない、あれ。はい、というわけで、まあ今日は寒うございまして、あー、サムネがね、なんか前、なんかバグってますね。すいません。前のあの、飯テロになってた。なんか残念やな。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お願いいたします。はい、というわけで、晴れてはいたもののね、なんか全然一桁台でね、最高気温5度とかなんだっていうような日やったし、風も強かったし、いよいよ、明日、明後日がそこでしたかね。いよいよ、うちのとこも夜中の最低気温、夜明け前の最低気温がマイナスのようでね、恐ろしいです。恐ろしい、とても。はい。ヘリさんこんばんは。今日はもつ鍋、カマスの干物、千切りキャベツとゆで卵、煮っころがし、雑穀米、夜食はビーフシチュー、マーにブリーチーズを挟んで、ホットサンドメーカーで焼いたものとミートチーズです。すごいですね。なんというか夕食がそのまま夜食になだれ込んでいるかのようなメニューでいらっしゃいますが、相変わらずビーフシチューまで、しかもチーズハサミというね、しかも焼いたというね。はい、はい、はいあー、素晴らしい、いつも豪華で。はい、コインにもありがとうございます。非常に最近私食の引き寄せが強くてですね、いろんなものをいただくようなことがね、ここ数日続いてまして、大変引き寄せておりますが、奈々さんこんばんちは。午前0時が4度で、明日の最高気温、日中最低気温となり、午前0時が雪が降り続く予報。はあ、九州でね。コインありがとうございます。あれですよね、北陸並みに降るんでしたっけ、そちら。わー、恐ろしい。ね、なんか多分坂道きつそうなイメージあるんですけど、気つけてくださいね。はい。いてつくのが怖いですよね。もう積もるのも怖いですけどね。いてるのがね、道がね。はい。コインありがとうございます。放射冷却でただ晴れたまま気温下がるんじゃなくて、前日に雨が降ったものが凍るとか、積もったものが溶けて凍るとか、二段階踏むぐらい恐ろしくないですか。うん、それが怖いんですよね。ただただ寒いだけで済みますようにということでね。あと、そうだ。外に出してあるなんか配管とかも巻き巻きされましたかね。その辺も、まあ今の時間やると寒いですけどね、まあチェックでお願いしますね。ちなみに私自転車のね、バッテリーはもう昨日のうちからあれです、中に入れて、玄関の中に入れてますけれども、うん地味に忘れがちですけどね、あの辺もあんまりマイナスになったらええことないやろなと思って、電動自転車のバッテリーは、屋内に入れました。はい。皆さんはいかがでしょうか。いや、だって、もしかですよ、もしかめちゃめちゃ思ったよりも気温下がって、バッテリー行かれたら買い直し線なんじゃないですかね、っていうふうに思ってました。ヘリーさん、関東は昨日雪予報が出ていました。降らずでした。よかった。よかった。いや、下手に降って、下手に溶けて、下手に凍るのが一番やばいですよね、お前ね。よかったよかった。はい。でも気つけてくださいね。はい。さださん、こんばんは。っていうか、そちらは雪とかんじゃないよねって。羨ましい。はい。というわけで、サムテさん、こんばんはです。本日ちょっと寒いです。明日も明後日も寒いですね。はい。いやー、もう恐ろしいです。本当に。早く、朝になって早く日が昇ってほしい。本当に。はい。奈々さん、最低気温が1度などが救いです。今年の1月の低温予報に水道巻き巻き完了したまま、
年末を迎えました。あ、よかったんですか。逆にね、夏、あの、熱湯が、あの、水道から出てくるとか、そういうことも避けられたんじゃないでしょうか。逆に。はい、もう、そのまま行きましょう、そのまま。はい。はい。ああ、いいですね。はい。小島さん、こんばんは。今日のビーフシチューじゃないよ。なんでビーフシチューって呼んだの、晩ご飯を。全然違うじゃないですかね。はい。今日の晩ご飯は、ヤンニョムチキンです。あ、いいな。ヤンニョムチキンか。いいな。ヤンニョムチキン丼が、その、栄養とかも何にも考えなしに、めっちゃただただ好きですね、私ね。白ご飯にヤンニョムチキンのしたやつね。ただただ好きです。はい。おさらでもさ、朝からずっと雨、肌寒いです。うん。雪はちょっと憧れますが、大変な面もありますよね。いや、こんなものは降らない、方がいい。こんなもの。こんなもの呼ばわりですみませんなんですけどね。はい。藤山さん、今夜ありがとうございます。こんなもの呼ばわりですね。もう本当に、大人になると。どうですか、皆さん。すいません、本当に。いや、何が怖いって、ほら、降って溶けて凍るってさっき話したじゃないですか。それを、橋の上とかでやってまうと、まあ大変ですよね。すぐ凍るし、ね、ずっと溶けへんしね。まあ大変やって話です。はい。ヘリーさん、デタフェスマフィンの件、食中毒原因の細菌検出サイズで行政処分見送りでしたね。はい。あれね。なんか、立ち消えかな思ったら、まあ今日ポッと何かこうトレンドに上がって何かなと見送りかもって、ああ、そうか。立件はできなかったんやなって思って、もやもやしますね。実際体調崩された方もいらっしゃったよね。もっとなんか違うことが、発覚って言ったらあれですけど、やっぱ、店主ご本人、に、こう、やっぱ何かあったのかな？やっぱり、みたいなやつ。はい。ねえ。いや、なんか、もしかしたらあんまり、表に言ったらあかん、あれになってたのかな？店主ご本人は。あ、まあいいわ。まあいいわ。はい。ええ。サボテンさん、明け方一番寒いと思うんで、対策を早め。そう。朝4時から5時台、で、6時か。めちゃめちゃ冷えますね。ガクーンとね。この寒いのはさらに寒いですよね。それなのになんかすごいね、今、忘年会シーズンなのかね、日付変わってもすっごい笑い声聞こえるんですよね、外からね。酒飲んでるとやっぱちょっとわかんないですよね、寒いのとかね。はい。ヤニョムチキン。ヤニョムチキン。そう、忘年会です、忘年会のね。それとも、湿度20です。なんだと。今、エアコンつけても 16.6 度ですよ。言えないけど。もう言う、うん。はい。20度って。何もつけなくていいじゃないですかね。冷房も暖房もね。なんちゅうことや。ヤンニョムチキン。はい。そうだ、やっぱほら、叫び声が聞こえた、今。忘年会出てくるメニューですね、きっとね、ヤニムチキンはね。はい。さあ、これ下に引いてあるのはサンチュかな？ね、そうですね。さあ、書きましょうか、ヤニムチキンを。めっちゃ、叫び声聞こえたじゃないですか、今。さあ、やるぞ。どこに何を持ちき食べても、なんていうか、全身から汗が噴き出すわけじゃないけど、この辛さと甘さの加減が、やばいね。量食べてまいりますね。12月、今日は何？20日
20日ですか。もう20日ですよ。あと11、ん ?10 日、なんかそんなもんで終わりますよ、今年も。うん。びっくりするわ。毎年言ってるけど、特に早かった今年。なんか、夏暑かったはずなのに、なんか今、こう、ほら、1年振り返ると、なんかずっと冬やった感とかってありません？なんか。それこそ奈良県のあの水道管みたいな感じでね、人間が、私はなんか人間が水道管みたいになったような、なんかずっと冬のままで来てしまったみたいなね。はい。早かったし、まあすごいこといっぱい起こりましたけど、とりあえず、本人にはあまりこう、すごいことは、まあ、なんというか、こう、命に関わるようなことはなくてよかったです。あと皆様にもね、もちろん。うん。藤間さん、昨日サンタ帽子かぶって月ひげ歩いてるサラリーマン風の人を見ました。近くで展示会もイベントもなかったので不思議です。罰ゲームだったんじゃないですか。うん。なんか、例えば、すごい会社でミスやらかして、お前はもうサンタの格好して帰れ的な、なんか、いや知らんけど。それは多分その、クリスマスだからじゃなくて、それ罰ゲームやと思いますね。大変ですよ、罰ゲーム負けるとね。いや、罰ゲームって決めつけてますけどね。拾いもんじゃないですよね。それを拾ったわけじゃない。サラリーマン拾ったんじゃないですもんね。大変やな。なんか、非常に人に迷惑の罰ゲームが流行ったことあって、好きでもない人に告白しに行くっていう罰ゲームが、横行したことがあってね。あれはいかんですよ。うん。人に迷惑かかるからね。そうそう。高校の頃ですけどね。あれはひどかったなと。すごい量ですね、ヤニモチキンね。すっごいですね。うん。すんごい量になった。いや、でもこれ一人で食べる。で、しかも、一合ぐらい、下に、白ご飯引いて、ほんで食べる。どうですか？どうですか、これで。ほんでね、今日はね、実は立って配信してるんです。なんでかって言ったら、巣だったらね、体温が下がるんですよ。で、さっきは、踊ってたんですよ、ほんでね。いつもながらね、踊って。ほんで、今日ちょっともう踊り足りひんから、もう、室内ウォーキングの動画で、めっちゃ、もう歩いて、ね、無理やり、なんか、汗かきみたいな状態にして、ほんで今、配信してるんですけど、もうほんでもしないと、なんか、あとやっぱり座ったら座った途端に、どんだけ暖房つけたり、あったかいものを身につけていたとしても、体温が下がっていくんですよね。今日は恐ろしいですね。なので、もう立ってやってますね。はい。ヘンリーさん、ののじという会社のキャベピーマックスという2番目の、ごめんなさい、最初から喋ります。ののじという会社のキャベピーマックスという2枚刃のキャベツ千切りピーラーを購入したのですが、ふわふわのキャベツ千切りが簡単にあっという間に大量にできるのでダイエットできそうです。どの口が言う。いや、大丈夫。昼間食べてやらへんから。で、今一生懸命言ってるんですけど、それでいいですか。はい。キャベツ、なんか、ベジファーストができるっていうことをおっしゃりたいんですよね、きっとね。はい。ベジファーストですね。大事ですね。言うで私もそうですよ。もう、一日米一合食べてますからね。こんだけ食料なん来るとかって言われてる、米一合食ってるわ。っていうね。はい。そう。いや、別にヘンリーさんが、ダイエットする、なんというか、ことはないんだと私は思っておりますがね。そんな。うん。いいですね。なんか、揚げ物も無限に食べれますよね。無限フライ、ん？無限、なんか、唐揚げとか、無限トンカツとかにできますね。うん。いや、そうなんや。ののじ。キャベピーマックス。マックスっていうぐらいですかね。キャベツピーラーマックスですね、これきっとね。
なんかこうおすすめが、おすすめアイテムがYouTube よりもたくさん出てくるようになりましたね、こちらでね。キャベピーマックス、キャベピーマックス、とりあえずヤンニョムチキンは置いといて、キャ出た。へえ、なんか見た目普通そうなのにね。すっごいですね。これはすごいわ。出方すごいですね。ここ本物ですか？すごいですね、これ。じゃ、本当にこれなんですか？すごいですね。いやー。あ、そうか。見た目普通やけど、でかいわ。普通に。へえ、これ、なんぼでも食べれますね。これは美味しいわ。はあ、なるほど。キャベピーマックスですね。キャベツのピーラーマックスです。はい。いや、それでよかったんかな。はい。大きい声で何べんも。そうか。あれですね。こう、置いて削るやつやったら指切りそうやけど、これやったら、ね、安全に切れますし、たくさんできますよね。すぐにね。いいですね。なんかもう、選挙活動みたいな、キャベピーマックスって、こうね、ようやく言えるようになってきましたね。さっき全然言われへんだね。すいません。ね。まあまあ、よかったら皆様ご検討くださいということでね。まあ、年末やからちょっとあんまり頼んでもすぐ来へんかわからんけども。ねえ。ヘンリーさん、唐揚げ、とんかつの付け合わせに最高だなと今日話してたところでした。バレてる。うん。なんか、私は多分ヘンリー家を投資しました。本当に画像くらい気にできます。あ、そうなると、家族が多いとことか、ちょっと待ってやいて、シャ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 ってできるわけですね。いいなぁ。なんかキャベツ、まあ、例えば安い時があったとしてね、できますよね。洗うのもね、その、なんていうか、多分、その、従来型より全然簡単なんでしょうね、きっとね。はい。では、あ、ごま、ごま。ごま。あ、別に立って配信してでもそんなに疲れへんから立っとこう、冬の間は。うん。っていうか、多分、踊りの恩恵ですよ。これ、立ってても疲れんくなったっていうの。踊り大事、踊り、とても踊り大事ですね。ごまを雑にかかずにこうやり過ごせるかっていうね。私細かいの雑にしちゃうんですよね。どうしてもね、性格上よろしくないですね。対局を見るのは得意と言いますか、苦じゃないんですけど、細かいことを詰めることが全くの苦手なんですよね。ああ、もうなんか嫌というほどね、思い知らされましたね。なんかなんとなく生きてる中でね、それなりに、はい。ヘリさん、水でさっと流すだけなのでお手入れも楽です。楽ですね、これね。多分こう、ちょっとこすろうと思っても、こするとこ限られてますね。作りがシンプルやからね。へぇ、キャベピーマックス。どうですか？今私、キャベピーマックス何遍言うたでしょうね。私、自分では数えてないですね。すいませんね。あ、全然冷えマシやわ。立ってたら。
なぜか空港でね、そのフードコートでヤンニョムチキンを食べるっていうのが、好きなんですよね。なんなんですかね。別にそんなメタにと言いますかね、そんな頻度高く空港行かないですけども。なんか、なんていうか、まあ、それこそですね、空港に行くと、なんかドーナツだの、なんだの、そういう何ですか、チュロスだの、なんだのってね、なんかちょっとこう、目が行きがちですね、ハイカロリーのものにね、なんか、うん、ありませんか、皆さん。どうですか。ヤンニョムチキンの色ですね。まず赤茶色。なんせ赤色ベースですからね。ヤンニョムって薬やけど、なんか N になってるのかね、ヤンニョム。いや、お、スペル、ああ、ヤンニョム、ヤンなんですね。ニョム、チキン。まあいいわ、これはいいや。とりあえずか、とりあえず、絵を完成させろですね。はい。で、チキンであって、タッとは言いません。あ、タカマリのタ、タではないのだな。タカマリ、話それますけど、タカマリのタって、タって鶏肉じゃないですか、タ。で、たで、くが、小さいくがあるんですけど、そこを、まあ、読まない、ということなんですけど、で、鳥一匹っていうのがハンマリで、た、ハンマリが繋がると、たかまりになる、というのを、今ちょっと思い出しましたね、たかまり、はい。話それました、すいません。わからなくていいです。ごめんなさい。わかったら、ラッキーです。はい。すいません。失礼しました。高まりの話している間に、はじめさんとみとまさん、こんにちは。はい。いけない遅刻、遅刻。はい。最近、四つ目のゲームの CM に見かけました。お、出てきてましたか。おー、そうなんですね。おー、つべは。それなんか出会い系ゲームとかなんかそんなのなのかな。こんばんは、よろしくお願いします。冷蔵庫の逆さまに立てたケチャップの蓋が外れて出血も動きの後片付けしました。あー、ちょっと固まってたのかな、やっぱ血よろしくね。ちょっと固まりますよね、あれね。はいはい、吹き上がってで参戦していただいたんですかね、ありがとうございます。はい、三笘さん、こんばんは。今日の夕食は真夜中のスパゲッティです。あ、あれ、前なんかスパゲッティって品名あったような気する。それですか。見とけでは、カレーの次に品回登場するメニューです。お、常備品、冷凍含むでほぼほぼできます。前なんかのスパゲッティ、真夜中。はぁ、知らんなぁ。キャベピーマックスでちょっと持ってかれてましたね。すいません、失礼しました。真夜中。真夜中のドア、すいません。あ、やっぱりそうだ。これ、なんか見たことあると思ったら。スパゲティメッツァノって。美味しそうですね、これ。いや、トマト、カットトマトがあるからできんのかな、これ。はい。
なるほどね。はい。奈々さん、昔空港で死んだ空港へ顧客へチケット渡ししていたとき、何でもやったはんの。スタッフオンリーの通路を通って空港スタッフの喫茶兼食堂に出入りしていました。カウンター席が駐機している飛行機コックピットの真正面でとても楽しかったです。いいなぁ。いいなぁ、そういうの。うらやましい。コックピットガン見したいです、私も。そうなん、ということは、その、まあ、一般客が、こう、の、下の階とかになるのかな、スタッフさんとかって、ちょっと、ね、一般から、は行かれへん、ね、階段通って行かはるのかな。はい。コックピットガン見したいですよ。多分、ちょうど2階ぐらいですよ。3階やったら行き過ぎになるんですよね、きっとね。何でもしてあったんやな。バスガイドさんもしてあったんちゃいましたっけ。すご。羨ましい。はい。見てもらうさん、間違えてまた送信しちゃいました。大丈夫です。大丈夫です。よくあるやつです。私も、よそでめっちゃやらかしますからね。はい。チャット送信って難しいですよね。なんか、その、エンターして開業したつもりが、流れていってしまったみたいなね。まあ、あるあるですね。そう。空港ね、ちっちゃい空港も面白そうだから行きたいなもんけどね、行く用事があれへん。いや、行って帰ってきたらいいんですけどね、近郊にないんですよね、ちょっとね。3つあるけど、全部それなりの、なんていうか、距離があってね、関空なんかめちゃめちゃ遠いですよね。で、神戸国際、国際じゃない、神戸空港もありますけれども、あと、伊丹もありますけれども、でもそれもやっぱり、なんかそれなりにね、遠いんですよね。ちっちゃい時なんか伊丹空港ぐらいしか、その、なんていうか、その、降りるとこがなかったんで、まあ、ここが、なんというか、なんていうかね、その札幌から戻ってくる時の入り口みたいに、多分その痛みっていう言葉も知らなかったですけどね。こっちに戻ってくる時のね、なんかまあ特別なね、空間みたいに思ってましたね。はい。で、小島ママさん、すいません、ちょっと戻りますね。のの字は良いキッチン用品ありますよね。私のお気に入り穴あきおたまです。しゃもじとおたまのハイブリッドですごく便利です。あ、なんかそのかゆいところに手が届く商品をたくさん開発されてるんですね。揚げたり茹でたり水切りしたり裏ごししたり何でも使います。ああ。手で固定する、してちょっとやるっていうのにすごく便利ですね。しかも洗っても、そのなんていうか、こう洗い物の山になりにくいっていうのがね、いいですよね。はい。ああ。お玉としゃもじと、っていう、お玉、混ざってるんですね。なるほど。奈々さん、フェンダーの会社が、添乗員も派遣してて、バスツアー添乗員も2回ほどやって、ほらしくなって、添乗員はパスしました。ああ、そうだったね。先日ツアー会社で打ち合わせ、添乗員の腕章や、旗を預かり、バス座席配置とかする。当日天井、翌日報告。3日間動いて時給換算したら200円とか。臭っ。ね、重労働ですね。そうなんや。まあ、2回でパスして大正解ですね。あ、そうなんや。そんなんな。マジか。いやー。そう思うと、こう、なんか、なんとなく参加しているツアーも、頭下がりますね。なんとなく、参加者がなんとなくか、まあ、置いといてもね、すごい、大変なんやな。200円って何なんでしょう。ほんまに。
だってそのなんていうか裏のなんて言いますかね事務方の業務がすごくあるじゃないですかね、あの旅行って。そうですか、すまない。あ、さてもさん、シャワー行ってきます。行ってらっしゃいまし。はい、今夜ありがとうございます。ねえ、なんさ、その過酷な天井を100回とかしたら海外旅行天井行けますよ。いや、もうそれを経ないといけへんのやったら、もうちょっと、まあ、いつは私の人生には関わりがなく、でもといてよろしいか。はい。いやー。いっすわ。うん。なんか。まあ、オールフリーでチケットだけ売ってくれるところでチケット買うて、なんやら見に行くとか、そんなんがいい。すいません。いやー、もう極力ね、なんと言いますか、まあ、プロの方のね、お手を煩わせずにね、ピンポイントだけ支えていただいてね、っていう感じが理想ですね。まあ、お互いシンプルにね、なんか、適切にお金動いて、適切な、その、労働力だけで、こう動いていただけると、こう、ウィンウィンなんじゃないかって、なんていうか、手取り足取りとか、もう、から、なんか、ちょっとわからんことだけ答えてくれあったらええかなっていうふうに思ってますね。はい。私はですけどね。まあ、フルサービスを、まあ、もちろんご希望される方も多くいらっしゃると思うんですけど、私はなんかこう、わからんとこだけちょっとすいません、今ちょっとこれだけお尋ねしたいんですけどって言って、ね。ちょっと聞いて、ありがとうございますって言って、またちょっとわからんことあったらちょっと聞かさせてもらいますって言って、そのサービスを受けるっていうね。セミセルフでね、過ごしたいなって思いますね。こう、そういう時ってね。そう。セミセルフ。でいいのかな？セミセルフ。そういうガソリンスタンドありますよね。そういうとこね。ただ、セルフやからって言って、軽やから軽油入れるとか、そういうことはね、したらダメですけどね。まだそんな間違いしてる人いるんやろか、軽やから軽油入れるって。いや、そんなんの基礎知識はちゃんと自分でね、頭入れてからですよ、そんなんね。安いから、安いやつ入れるとかね。ダメです。ダメですよって、やってる人おらんちゅうね。はい。小島さん、おたもおすすめです。これ買ってから味噌こし使わなくなりましたよ。全部できますもんね。すごいな。他、お風呂用品とかもあったら、マーナっていう、メーカーの、なんかそのアイデア商品とか、割と使いやすかったりとかしますけどね。のの字。ちょっと赤い感じですけど、赤い感じ出てますでしょうかね。人生なんでもね、セミセルフがいいですね。全く自分の知識ないものは最初はちょっともうがっつりついてもらってなんですけど、ちょっとやってみて、わからんくなったら質問させてください。何でもそうですよ。そうさせてもらうのがいいかなっていうふうに思ってます。自分もね、頭に入るしね。一回一回全部丸忘れして、もう一回やらない時に全部聞きたくるって、それはちょっとね、頭使わへんすぎかなっていうふうには思ってるんで。そういうことはね。一回ちょっと自分でさしてもらうって感じですね。その時は、ちょっとね、お手を煩わせるかわかりませんけれども。あとはね、自分、ちょっとやっぱ気付けない質問力ですかね。わからんことがわからん言うてね、
質問の仕方の質、質問の質ですよね。が、やっぱりその、なんていうか、オープンクエスチョンすぎて、向こうで、尋ねられる方も、自分、何聞かれてるか把握するのにすっごい時間かかるとかっていうのも、やっぱりそれは、一つね、質問する側のマナーっていうのもあるかなというふうに、話どんどんずれていってますけどね、自分の言いたいこと言ってますけどね、思ったりとかするんでね、質問のマナーというふうに考えていくと、その、要点、わからないことのポイントを自分で絞ってから聞きに行かないと、相手の時間取っちゃうかなっていうふうに。まあなんか旅行の話からめっちゃそれて言ってますけどね。うん。なんかね、思いますね。ほんで自分が質問の要領を得てへんのに、向こうが思っていることを返してくれないから怒るってね、失礼にも程がありますね。なんかそういうのね、家電量販店とかで怒り出す、まあ、なんか人とか、いてますけどね。あれはダメだなというふうに思いますね。話ずれましたね。ずれてってますね。自覚ありますよ。はい。自覚あります。はい。そう。ちゃうよ。後でテカテカ感をどう出すかちょっと考えております。うん。いえ、奈良さん、と明治製菓のブランデー&オレンジピールっていう洋酒チョコレートを見かけて衝動が、音はウイスキー飲みたいと言ってたのでつまみに出して2人で食べました。3.5% アルコール含有でホッとしたけど。美味しかったです。オレンジピール好きにあたまらん。いいなぁ、なんか、冬って感じする。なんかバッカスってあるじゃないですか。バッカスってどこでしたっけ、メーカーね。あれも、私飲んだら、食べたらぶたれるんで、ちょっと、って感じなんですけど。いや、そうですね。なんか今ちょっと思い出しましたけど。しかもオレンジピールですか。何でしたっけ、オレンジピールに、ブランデーでしたっけ、あれ、伝わして入れるやつ。あれ、今、ちょっと思い浮かべましたけど、ああいうお味がするんでしょうかね。チョコレートやし、日本でね。いいなぁ。はい。ねぇ。いやぁ、おしゃれですね。なんか、この前もなんかおしゃれなことしてありませんでしたっけ。言ったかな。まあ、私もなんかそのあかんことばっかし言ってたらあかんですよね。なんか、楽しかったこととか言わなあかんね。ああ、なんさ、ロッテですね、ばっかさ。あ、そうですね、そうですね。はい。なんかその、ピンクなのか紫なのか、その中間みたいなね。ブドウの色と言いますか。ね。最初ロッテなのかと見たイメージ正解した。はい。そうなんですね。なんか、仲間っていうふうに思いますよね。そう思うとね。実際見るとね。確かに。いや、おしゃれやな。なんか、お正月は、なんかそういうのね、昼食べてね、ちょっとこう、こたつでうとうとするとかね。なんか、そんなんいいですよね。これは、ちょっとこう、エッジ立てて塗ると、テカテカ感の補助になるか、これは。サボテンさん。バカスとラミーのチョコレート遠足のやつ持って行ったことあります。なんか、バスとか中で食べたらめっちゃ爆睡しそう。
小学校中学年、うーん、まあ、チョコレートやしって持ってた酒入ってたっつね。はい。いや、その後どうなったか知りたいですね。帰りしどうなったか。はい。小島さん、スーパー行ったらチヂミほうれん草が売っていました。この時期限定なので見かけたら冬だなと思って。そうですね。来週になったらもっと出回るのかな。なんか、冬ですね。ほんまにね。はい。そう、冬のね、お野菜はね、いいですね。甘く凝縮したりとかしてね。いいですね。はい。チョコ。バッカスを遠足に持っていった結果みたいなんで、すれ立ててほしいですね。はい。ね。はい、出てけへん。やにょ。出てこい。よし。はい、緑。今日はそんな困難で外には出ていないですね。ただトータル30分ぐらい踊り続けたことになりますね。続けてはいないか。だからトータル30分踊ったことになりますね、家の中で。なんかしたら踊って、なんかしたら踊って、なんかしたら踊ってってやってます。本当に。そんな中でもベランダのネギはとても元気ですね。やっぱ寒い時にこう青々としてます。あとビアの葉とね。もう一瓶ぐらいビアの葉チンキができそうですね。ビアの葉チンキはうがい薬として使っております。おかげさまで喉は痛くなりません。うん。奈々さん、木金買い物出られないかと、当時のゆず風呂用のゆず買ってきました。そうですね、もう、当時か。今週、ん？当時すいません、明日？あるいは、しあさってですか？いつ、何日でしたっけ？すいません。そうですね、もうね。もうこれ過ぎてあと一週間ぐらいね、日の出がね、7時台なんですよね。辛いですよね。はい。奈々さん、小島さん、奈々さん、チヂミほうれん草甘いですよね。私は茹でてそのまま食べます。ああ、もうお醤油も何もいらないですね。なんか、その、で、お野菜自体に味が濃いとね。奈々さん、22日金曜日です。ああ、どう、私が提示したどの日にちでもなかったですね。ああ、もうライブの日じゃないですか。22日。そうだな。当時の日や。当時なんですね。22日ね。オッケーオッケー。というわけで、ライブの日は当時の日です。はい。お風呂使いながら、ご視聴いただければ幸いです。はい。伊藤さん、ビアの蜂蜜をうがい薬にやってみよう。字にも良いと聞いてます。字。でもまあまあ、消炎効果があるっていうね。突然の字にちょっと今受けましたけど。そうなんや。でもなんか、だからちょっと気づいた時とかもいいですよね。うん。っていう風に聞きますね。確かに。染みそう。染みそうだけど。はい。サボテンさん、アルコール分解が早いのが一瞬でした。ただ、ラミは苦く感じた記憶はあります。まあまあ、小学生やからね。うん。はい、そう、かぼちゃね、かぼちゃ、そう、ね、同調圧力鍋の話あったじゃないですか、話まだ通るけども、前回ね。私、そこに同調せずに炊飯器買いました。3合炊きがどうしてもやっぱ必要だなと思って、今まで 1.5 合がマックスだったんですよね。やっぱ3合炊き欲しいよなと思って買ったんですよね。ね、それなんか、山膳でね、なんか、安い割にいろんな機能があって、なんか、どうもパンモードとかあるんですね。あと一定の温度調理とかができるっぽいね。煮込みとかができるっぽいですね。はい。ねえ、かぼちゃ。まあ、でも明日あれするあれないな。なんかこう、出かけて買い込むあれがないな。夕方からしか出られへんしな。かなんな。日が沈んでから出る、こう、木の重さですよね。ありますよね。はい。
ね、ゆずゆ。まあ、あの、入りもって聞いていただけたらな、というふうに思いますね。ゆずね、もう積んでありますね。あの、こうメインのね、あの棚には、あの、あれやけど、あの、なんていうか、棚周りにね、あの、ゆずね、積んでありますね。うん。いい。三笘さん、山善の家電のファンです。うん。ね、あの、お手軽やし、なんか、その、最初、んって思ったんですけど、ツインバードとかもね。けど、なんか、割とお世話になる確率が高いんですよね、山善ね、最近ね。だから、あの、そう、あの、ちっちゃい、あの、炊飯器も、大きい炊飯器も、山膳で並んで、あと何がいいって、ちょっとデザインがね、あの、私好みでね、あの、白か黒みたいな、あ、まあ、たまに赤とかもありますけど、あの、そっから選ばしてくれるっていうのはありがたくて、まあ、前まず白を使うんですけど、あとね、あの、炊飯器の、あの、上フラット、真っ平やから、物が置けるんですよね。あれ、すごいありがたいなと思いますね。そう、あの、やっぱその、ほら、ワンルームの、あの、台所内って、あの、ミニキッチンやから、ちっちゃいじゃないですかね。ちょっと物を置けるっていうのは、どんだけありがたい。ね。はい。サボテンさん、3号炊きだといろんなパンケーキ作れそうですね。うん、うん。YouTube のショート動画で見ました。そうですよね。やっぱりその、ね、なんと言いますか。あの、焼き物を作る。あと、あの、ちょっと炊く。あの、ま、お豆を炊くとか、そういうのにやっぱ3号炊きいるよなって思って。で、買ったんですよね。で、まずアマゾンで見てね。ああ、山膳かと思って。で、その品番コピペしてメルカリに貼っつけて検索したら、2週間だけ使って、あの、出しますって言わはる人があって。で、定価が7000円ぐらいか。まあ安いですね。安いけど、4500円ぐらいで買いました。はい。よくやる手なんですけどね。品番コピペしてね、あの、メルカリで探すっていうね、よくやる手ですね。そうすると、あの、メルカード紐付けてるから、あの、ポイントがね、3% つくんですよ。ちょっと、ね、確率高いじゃないですか。で、あの、まあ、それでちょっとは得してね。ね、あの、もらったポイントはね、あの、ビットコインでね、あの、増やしてるんですよね。はい。まあ、メルカリの中でね、あの、ビットコイン買えますからね。あの、高いですよ。高いんですけどね。ちょっと手数料ね、だいぶ取られますけどね。まあ、あの、お遊びということで。まあ、面白いですね。うん。そう、あの、3号炊きのポテンシャルっていうのをフルに、あの、発揮できたらいいんじゃないかな。もちろん鍋でもご飯炊くのできますし、メスチンもありますし、まあ、やろうもたなでもできるんですよね。台所、どんだけ小さくてもね、うん。まあ、広かったらいいなと思うんですけど、まあ、そこはいいや。もう、あの、利便性には負ける。この立地の。もうそっち取った。まあ、電車乗らんけど。あ、あの、今日ね、おやつさんとちょっと会話してたんですけど、なんか関東連合に勝ち込みに行こうかなっていうような話をちょっと、あの、ちらっと出しましたけどね、勝ち込み。まあまあまあ、できたらいいなぐらいですね、来年ね、なんか時期いい時にね。そんな平和に言うなって話ですね、勝ち込みって口で言うときながら。はい。あ、たたまさん、お帰りなさい。はい。みとのさん、山膳の発酵美人というヨーグルトメーカーはとても使いやすくて、塩麹などの麹類、納豆、発芽玄米、低温調理などもあります。あ、いいですね。そう。あの、高温でさっとできるっていう魅力と、低温でじっくりで火加減を見ずに放置できるっていう魅力、ね、両方欲しいですよね。あの、やっぱ食、一回ね、あの、なんかこうやりたいなと思う、奥深くね、極めたいなと思うとね、それいいですね。なんか今日調理道具大会ですか。まあ、とりあえずあのね、電気の供給さえしてあればね、楽しい毎日が送れそうです、自炊派には。自炊
自炊っていう次元じゃないですけどね、食を極めてる派にはね。と、うん、あじ、ね、で、ミトモノさん、関東へどうぞ、はい。何か武器を持っていかないといけない。ね。あの、一応ね、その、関東はご縁があるんですよね。なんか何かしらね。ずっとね。はい。はい。何持っていくといいのかな。はい。はじめさん、小さめ炊飯器ですね。うちのは一生だけなんで、一生だけすごい。と言っても1年前からガス炊きに変えたんで、使わずに炊いたご飯鍋の方向になってます。あ、でも、一生炊きは手放したらあかんのちゃいますね。そうやっても使えますし、ご飯以外のね、あの、ものできますよね。あの、ほら。何ですか、あの、こう、シチュー系をめっちゃ作るとか、どうやろ、どうやろ。ね、サブテンさん、炊飯器と電子レンジ、日立です。ジャパネットで。ジャパネットでいいのかな、これ。購入します。日立でもいいです。私、あの、ナノ、こう、通ったあのメーカーのものあんま持ってへんで、そんな、あの、だけですね。あの、あ、ドライ、あの、ヘアアイロンとかだけパナソニックやったりとかしますけどね。あとあの、端末は、今このお送りしているこの端末は Kindle ですけどね。他は、まあ、あの、Apple 製品でね、やっておりますね。ナノ通ったメーカーもいて。あれな。あ、電子レンジも読まずんやんか。これ、冷蔵庫はハイアールですよ。まあ、あの、一般的な日本人ですね、とてもね、はい。武器ね、武器何も打てたらいいのかな。いや、それは武器ばらしたらあかんけどね、そんなんね。一人で突っ込みに行く。はい。ねえ、奈々さん。夫が那覇で単身赴任していたのがワンルームで、たまに行って料理するときはほんと使いづらくてしょうがなかったです。今住んでいる家はもう築38年ですが、6畳の台所、通信区、ガス台は4つなので、娘宅や息子たちのシンク1つでも小さく感じます。ああ、なんかそれ、あの、野菜洗うとこと、洗い物するとこで分けられるんですよね。おお。ねえ、二つ慣れたらそれはって感じですね。やっぱうちの台所好きだな、片付け苦手だけど。まあでも、片付けを、まあなんていうか、あの、後にしても、なんていうか、まあ、あの、懐が広いじゃないですか、台所が広いとね。あの、まあとりあえずそんなに散らかって見えないというね。うん。まああと置き場があるっていうのが一番大きいですね。いやー、そうなんですね。いや、とこあれですよ。だから、あの、無印のコンテナ一番でっかいの二つ重ねて、そこに、あの、お盆も置いて、で、平らにして、ほんで、あの、炊飯器と二つ並べて、あと、あの、あれですよ。あの、湯沸かしのやつ、ポット、置いて。あ、びっくりした。佐藤さん、ありがとうございます。お茶箱いただいてありがとうございます。いや、嬉しいな、お茶箱。いや、なんか久しぶりです。どうもどうも。めっちゃ雪降ってるんじゃないですか、そちら。はい、ありがとうございます。あ、シマエナガ、私が設定しといたやつだ。久々に見た、自分でも。ありがとうございます。はい。どう寒いですよね、そっちね。はい。はーい、小島さん。うちも一生だけです。電気ですが。うん。一生ね。そうそう。ご家族多かったら食べ盛りがね、いてるとね、一生でも間に合わんような。勢いの時期というのが、こう、人生の中にあるようですけれども。はい。ね、はねみさん、お話で思い出したけど、麹に使おうかと念のためにヨーグルトメーカー買ったままのがあります。じゃあ今使い時ですね。今話で出たから。はい。ね。佐藤さん。まだ雨です。夜中から雪。うわ。ちょ、明日気つけてくださいね。朝ね。出かける時にね。はい。いや、どうかなと思ったんですよ、そっち。ほら。
毎度毎度多分その慣れてあるとは思いますけどね、あの毎年毎年ね、あのあこの季節来たなみたいなね、いますけどもっていう。ね、いやーそうなんです、めっちゃ心配してるんですよ、北陸と言いますかね、はい、ですです。そう、北陸じゃないんやな、新潟で、え、うん、の、あ、北部、上越、どうや、どうや、はい、ね、あ、そういやね、国道8号線ってね、新潟まで行くんですよね。いらんこと思い出してもらって。はい。佐藤さん。関東甲信越の越ね。越後。新潟ですね。8号線ね。はい。そうそう。甲州、信州、越後。越中、越、越で越越後。うん。ね。その辺かな。はーい。小島さん、一生炊きで一生炊いたらご飯牛乳。もう確かに。なんかそこ掘っても掘ってもご飯みたいな感じなのかな。はい。まあでもなんか何日分できるんやろ、一生炊き。はい。ね、一回炊いたら、まあしばらく持つっていうのは一人暮らしの幻想であって、多分あの人数多かった一瞬なんでしょうけど。はい。佐藤さん。8号線あるある。うん、あるあるで、あるあるなのか、あるあるみたいな。まあまあまあ、どっちもあるけど。8号線ね、何キロぐらいあるんやろ、あれ。300キロ、400キロぐらいありますよね、8号線ってね。うん、そう、滋賀県からね、1号線から分岐してね、新潟まで行くんですよね。うん、はい。そうそう。突然の8号線の話だったんですけどね。あと9号線っていうのは山口県まで行くやつがあるんですけどね、京都からね。そういうのもありますね、そういうね。一桁のね、国道はね、長いですね。はい。そう。奈々さん、5.5 号炊きでも炊き込みご飯は4号までしか炊けないですと。そうですね。だからね、何号炊きやから言って全部したら、小飯通り越して、あれみたいな感じになる時もありますよね。そのパワーがあんまりないとね。はい。はい。それでは、さこいんありがとうございます。そうそうそう。ちょっと、話メインやね、今日はね。だいぶね。もうそろそろペンの出番かもしれない。緑。はじめさん、さっき闇に紛れてこっそり水を一箱買ってきました。買ったらまず車のトランクに入れておいて日中に持って上がるんです。うん。そろそろ布団の下のウォーターベッドにしないと。置く場所がなくなってきた。布団の下ね。あ、なんかちょっと違う意味になってますけどね、ウォーターベッドね。はい。まあまあ。そうですね。箱ごとやと、まあ、むしろ何かをこう、その上で寝転がれるみたいなとかになるのかな。そうです
ですね、水ね。あ、そういや、私、だいたい賞味期限切れてるんやって、なんか、ちょっと、もう一回チェックしないと。まあ、切れたからといって何もないですけどね。あ、おとちゃんさん、こんばんはです。お疲れ様です。今夜ありがとうございます。はい。寒ございますね、ほんまにね。また、朝早く、お仕事出られるんでしょうか、明日もね。もしあれやったら気つけてくださいということで、ほんまに。そう。関東に襲撃に行く話ね、そうやと。何も持って乗り込んでたらいいんだろう。で、東海道沿いやからそんなにね、苦労せずにね、そちらに行けるんですけれども。めちゃめちゃ地味な話で、小田原で降りて大船まで行ったっていう、ことがありましてね、まあ、親戚の集まりがあったんで。そんなことをやったことがありますが。まあ、そんな困難で神奈川県民が多いですね、親戚に。なんやわからんけども。あ、はじめさん、今夜ありがとうございます。なんでうちの親戚神奈川県民多いんやろ。いや、聞いても、ここで聞いてもね、っていうね。父方はね、岐阜県民、岐阜がね、ルーツみたいですね。どっちにしろ、あんま関西じゃなかったっぽいです。高校に出たのが、関西やったみたいですね。まあ、昔の話ですね。大阪に、でっち奉公に来るっていう、まあ、言うたら、まあ、ごくごく一般的な話ですかね。ね、15ぐらいになると、出ていくんでしたっけ。ありがとうございます。佐藤さん、今夜ありがとうございます。ひばあちゃんが旅屋さんに奉公に出てたっていう話でね。で、まあ、そのあたりで大火事があって、そこの奉公先のね、子供さん背負って逃げたみたいな話とかをね、なんか聞いたことがある、はい。あ、2枚目の声ありがとうございます、加藤さん。はい。さん、昔ばあちゃんの家で使っていたガス炊飯器は二升炊き。こう。なんか法事とかにも使うやつかな、きっと。途中から手伝いで 1.5 升を毎日研いでいました。水加減にはじいちゃんが厳しかったんで少し自信があります。二升まで。すごい。へぇー。私めっちゃ適当。一人やから。ちょっと怖かろうが柔らかかろうが。よし。とりあえず米になって、米ちゃんが飯として炊き上がっているからよし、みたいな感じ。すごいですね。その多さを、適切な水加減に炊けるとはプロですね。すごいな。ガスですね。あ、そうなんや。力仕事ですね。皆様、お米は、あれですね。なんと言いますか。プロフェッショナルと言いますか。量の多さでね。今ちょっとこう喋りがちですけど。すごいな。
一人暮らし3号やと3日分冬やとねなりますかねっていう感じですね。まあ、今日はあの夕ご飯時に3号炊いて、ね 0.5 号は食べて、で残りは冷凍しましたけれども、あ、冷蔵組もあるね、明日食べるからね。これ使えるのかな、この水だけのペン筆や。ちょっとやるとやりすぎるかな、これ。なんかあれやね。キンピッ。加減がむずいです。まあ、エアコンですぐ乾くでしょ。ねえ。はにみさん、2升すごい火加減足りないですよね。例えばそれをかまどの火で炊こうとなればですよね。ね、ガスやからあれかわかんないですけど。まあ、ただその2升だけ、まあ、ガスの威力のおかげって感じありますよね。ガスってすごい。買おうか。乾かしてる間にお皿が黒かった。たくさん対あ何でもそうですけど、たくさん作ったそのね、大きいお鍋で作ったお料理は美味しいですよね。ご飯もね、大きいお釜で炊いたご飯は美味しいですよね。ちょっと だけ炊けるっていうのもね、もちろんメリットありますけれどもね。小島さん、お米といえば昔お仏壇にお供え後のご飯、ばあちゃんに食べなとお椀に入れられるのがすごく嫌だった。ご飯カチカチだったので。確かに。しかも漫画飯みたいになってるじゃないですか、仏さんのご飯って。しかもなんかもう欲しいみたいになってるやつですよね。わかります。食べなって言われてもねみたいな感じですよね。確かにね、それはっていう。帰ろうか。その仏さんのところから下げるご飯何時間後なんやろうところでっていうね。
今あの母親のところにあるあの、ま、めっちゃちっちゃいのそれこそまたあのアマゾンで買ったあのちっちゃい仏壇ですけれども、まあ常に置いたのはあの前言ったか分かんないですけど、あの非常用にもなる羊羹ですね。うん、非常用になるんで羊羹をねあのしてありますけれどもね。小島さん、ばあちゃん歯が悪かったから自分で食べれなかったね。まあ確かにハードな飯ですよね。確かに弟と、なるほどなるほど、言い合いしながら食べてましたね。確かにお前が食えお前が食えみたいな的な、すいません。サボテンさん、お米逆に少ないと難しかったりします。途中から7人家族になった時や親戚が集まった時はブチ切れそうになった記憶は、お菓子屋さんでバイトした時に2升の米研ぎ言われて研ぐのが簡単でした。おー、あ、和菓子屋さんかなね。え、仏さんのご飯は体に良いと言われて食べてました。なるほど、体にいいのか、ほんま。あー、仏さんに一回こうあげたから、え、わからんけど、それは初めて聞いたかもしれないですけどね。ハニーさん、ドンバチの影響で今後の家事をどう代用するか悩みどころです。ベランダ整理しないと七輪や炭用コンロの置き場やソーラーパネル、プランターなど悩む。そうですね、その空間をどういうふうにそのキープというかね、すぐその展開できるか、できるスペースを常にどこにするかっていうのが、あの大枠決まってるとっていうとこですよね。あのそうなったらここで、あの使うんやっていうところ、ああそうなんですね、仏さんのご飯ね、体にいいね。三友さん、そうそう、体に良いとか縁起が良いとかだと、そうなんや。じゃあ仏さんにあげた羊羹もなるんかな。あの落眼である場合はね、あのとても少ないですね、今のところね。あのそうそう、あの使いようがないからっていうのはあるんですけども、あの羊羹である場合が多いですけれどもね。あれもさ、あのお下がりをこう、あのこう分けてもうたら体にええんやろか、縁起がいいのやろか。そんなこんなで、なんかあの、年季もあの、来年7回忌らしいです。早いもんやね。あの、実際の年数そんな経ってないですけどね、うちんとこね。そんな経つかねえっていうふうな。早いもんやな。コロナ前やったもんな。そういや、っていう。まあちょっとそれ思い浮かべましたね。そう、お墓参りも楽になりましたよ。あの樹木葬なんでね、私もそこにこう入れてもらおうみたいなとこですね。追加 OK らしいんで、全然。そこ多分それだけで経営してないから、多分なんかあの全然その救急として経営してないから多分大丈夫と思って言ってるんですけど、そう、藤本さん、仏様のご飯、今思うとアルファ前ぐらいカチカチの記憶。私もイメージそれしてたんですよ、実は今。なんか、歯にの間詰まったらめっちゃ痛いやろなとか、なんかそういうやつ。あ。そのように思っておりましたね、私も。だいぶ奥じゃないですか、その人間がと言いますかね、あの下げたものがこういただくまでだいぶですよねっていう。いや確かに確かに。しかも表面積が大きいじゃないですかね、あのほら平らに盛らへんからねえ、
さん、しばらくお湯に浸さないと食べにくいですね。そうそうそう。いや、欲しいですね。保存食で少し作ってますが、すっかり忘れていました。最近作ってない。あ、セルフアルファ釜ですね。まあ、ぜひ、この、寒風吹きすさぶ天候のもと作ってみられても良いのではないでしょうか。いかがでしょうか。あ、コインありがとうございます、アニメさん。あ、そう、昨日、その、甘粛省って、チベットの近くといいますかね、接するところですか、まあ、地震ありましたけれども、まあ、一応、まあ、人口ではないっていう波形ではありましたけれども、やっぱりあのラインで、地震は、起こりますね、大きいのがね。日本に来ないのが、不思議なぐらいですけれども。はい。小島さん、仏様のご飯、入れ物の形のままこもりしてる。はい。漫画飯みたいになってるやつ。気合でそのままガリガリ食べました。お茶漬けにするのは許されなかったのだろうか。そんなあかんのかな。気合だ。みたいな。すいません。いや、その時大変やったんですね。あ、そういう、私、浜崎京子さんと、あ、じゃあ、浜口京子さんと同い年です。話めっちゃ飛びますね、今日ね。特に。私の頭の中なんていつもこんなんです。小島さん、誰も食べ方教えてくれなかったし、子供だったんでそのまま食べました。おばあちゃん、教えてくれたらいいのに、みたいな。食べなプラスアルファなんか言うことがあるやろって。ねえ。ちょっと思ってしまいましたね。すいません、おばあちゃん、ごめんなさい。割としつこめに書いていたヤムニョムチキン、あともう少しでございます。仏さんご飯はちょっと書かないです。真ん中を、お供えにして指が切れたされるか、お菓子とかを食べたいときはばあちゃんに許可をもらってからチンって鳴らして持ってきて食べてました。はいはいはい、勝手に食べると怒られました、じいちゃんに。癒しいとのことでした。結構厳しい育てられ方したかもですね。でも今のなんか多分そのサボテンさんのベースになっているんで、すごくこう貴重なご経験を、まあ、ご経験といいますか生活をされてたんだなと。ほら、水加減バッチリとかね、ご飯のね、もうそうやし、そういうことやっぱり、チンってしてから下げるっていうのはなんとなく私もわかりますけれどもね、その大きい仏壇っていうのの暮らしっていうのはあんま知らないですけどね。そう思うと、そのベースがあるから今なんですよね、サボテンさんのね。小島さん、自分の食べる茶碗に
こんもり原型の塊ご飯が温かいご飯に襲われて盛りだく出てきます。こういうやつ。ちょっとカーブつけすぎかわかりませんけど。まあ、それはだって、それなりに量あるから、それはほかされないですよね。なんかお茶漬けにしたい。お茶漬けを許してください、お願いやからみたいな。あるいは、そのままなんか焼き、お焼きにしたいですよね。何か加工したいですよね。っていうね。加工したい、そこは。白い色出るかな、今日。サブテンさん、多分焼いたら美味しいかもです、せんべい風。そうですね、なんかお醤油塗って焼きたいですよね。だって、もう願いやから焼かしてくださいみたいなね。思いますよね。なんか、それこそ、ね、最初言うてあったヘンリーさん、それはピザマン、ビーフシチューマンでしたけども、潰して焼きたいですよね。乾いたご飯を焼き、加工、まあ、とりあえず加工させてほしい。雑炊、もう、その後も、とりあえず雑炊とかね。ひとまず、みたいな。